こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。ちょっとですね、先日、一本アニメを見ましたので、そちらにご紹介させていただきます。ルパン三世 VS 名探偵コナンザムービーということで、ちょっと前のですね、ものにはなるんですけれども、ルパンと、コナンがですね、一つの画面上でコラボを果たす、そんなですね、非常に面白い映画でしたね。一番最初のですね、やはり入り方がすごい綺麗でですね、やっぱり2つの世界観をそのどう一つにしていくのかってすごい難しいところではあるんですけども、それを一番最初にですね、かなりアクションも派手めなエンターテインメントを持っていきながらも、その中でですね、ルパンっていう存在をですね、コナンの世界にですね、引き込んでいくっていう、そこのですね、見せ方はものすごくうまかったので、もう最初のその数分でですね、これ面白い映画だなっていうのが確信できるような、そんな映画になってましたね。実際もうそこでですね、一回引き込まれてしまうと、その後はもうやはりですね、見入ってしまうっていうような、構造になっていましたので、非常にですね、この映画はいい映画だなというところでですね、思いました。見た方ある方っていうのもですね、もちろん多いかと思うんですけれども、そうでない方いらっしゃったらですね、ぜひとも一度こちら、見てみていただくとですね、面白いのではないかと思います。弊社もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラックジョブということで、アニメ関係のお仕事のですね、求人情報も非常に多く載っていますし、あるいはですね、コナンの、版権を、利用したですね、ゲームの開発を行っている会社さんなどもですね、求人に載せて、なので、そういったですね、ちょっと変わったところの求人、アニメ系の求人、ゲーム系の求人、漫画系の求人というところでですね、興味のある方いらっしゃったら、一度ラックジョブ検索して求人ご覧になってみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。